今年より J1 に昇格したアルビレックス新潟。リーグ得点ランキング3位につけ、新潟のエースとしてだけでなく、ヨーロッパから移籍報道が出るなど、大ブレイクした伊藤遼太郎。残念ながら25日に発表された日本代表のメンバーに彼の名はありませんでしたが、遅かれ早かれ代表に呼ばれる日も遠くはないでしょう。伊藤遼太郎のプレーといえば、パスやドリブルなどテクニックに注目されますが、彼がすごいのはポジショニングの良さ。彼の決めたゴールやキラーパスを出す時にも見てもらえればわかると思いますが、全てフリーの形でプレーしています。これだけ活躍している選手が相手ディフェンスがマークをルーズするなんてことは通常ありえません。これは彼がディフェンスのマークを外す動きを常に繰り返しているからです。そしてミッドフィルダーとディフェンスラインの間で受けるのが非常にうまく、相手ディフェンダーからすると脅威であることは間違いありません。そんな伊藤遼太郎にはこの夏にはヨーロッパに移籍するのではと報道されています。伊藤遼太郎はまだ25歳。これだけ活躍しているとなると、もちろん海外移籍も視野に入れていることでしょう。しかしながら新潟は昇格1年目のチームであり、もちろん組織としても素晴らしいサッカーをしている新潟ですが、攻撃のフィニッシュの面では彼のこの力がないと厳しいと言えます。伊藤遼太郎はまだブレイクしたばかり。ヨーロッパ移籍の前にまずは J1 で MVP 級のタイトルを取ってから海外に挑戦してほしいと願っています。新潟でブレイクした伊藤には、昇格1年目の新潟のためにも、まずは役目を果たしてほしいところです。皆さんは彼の海外挑戦はどう思いますか？良ければコメント欄で教えてください。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。